めっちゃ好き。あれめっちゃいい。俺もかっこいいんですよね。これで打席立ちたいと思う。皆さんこんにちは、上田寛です。本日は、はい、個人的に好きな応援歌トップ5すぐ出てきますね。嘘、はい、教えて。じゃあ5位からいく。5位いきましょうか。うん、5位は稲葉さんの応援歌、稲葉ジャンプ。稲葉ジャンプかっこいいですね、あれ。あれ好きなんや。好きですね。これは個人というより、うん、広島カープのあのチャンステーマ。チャンテ？どんな？カープの。うん。でででででです。わっしょい。そう。でででででででわっしょい。でででででで、おいおいおいみたいなやつあるです。あれ好きなんや。めっちゃ好き。あれもう外野は持ってて、俺もうチョコ持っちゃう。あかんやん。敵を応援してるテーマやね。スーパーフライの歌のチャンステーマもあったんだよな。ででででででで。でるるるるです。わかるわかるわかる。わかるでしょ。スーパーフライのやつ。あ、うん、あれかっこいい。あれももう乗っちゃう感じ。タイヤで乗ったあかんと。あれも乗っちゃう。第3位は西武のチャンステーマ。またチャンステーマ。お前チャンステーマ好きやな。チャンステーマっていうことは自分チームピンチなんやで今。いいのよ。ピンチで乗ってる。乗ってるのよ。そんなやつ。でれれ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 です。ああ、男性と女性別れる、別れるやつ。あれ、あれ好きだね。あれめっちゃいい。第2位は今江さん。個人歴だ。ロッテ時代の今江さん。おう、これも持ってた。ベンチからもうこうやって飛んでた。ベンチで乗るなって最高。じゃあ1位はこれもロッテになっちゃうんですけど。ロッテ好きやな。福浦さんですね、これはもう。福浦さんね、うん、2つぐらいあるんですよね。3つかな。どれもかっこいいんですよね。その中で一番好きなのは最後のやつです。俺たちの福浦、うん、これが一番好きなの。好き。これもベンチで聴いてた。聴いてた。どうやった？最高。乗ってた。乗ってる。これで打席立ちたいと思った。ちょっと5位にさ、ヤクルトスワローズ誰も入らんかったのショックなんやけど。それは申し訳ない。まあ個人的に好きなやつやから。そう。ヤクルトの中で一番好きな応援歌は？ヤクルト？うん。全然乗ってけえへん。ある？やるやろ、いっぱい。ちなみにサラさん、ヤクルトで誰が一番好きな応援歌？やっぱベタに、うん、何の映画好きってタイタニックって言うみたいで恥ずかしいけど、山田哲人やな。てーれれる山田哲人です。まあまあ、あれも確かにいいですね。村上かな。あ、村上、うんうん。かっこいいよね、うん。でも一番は福浦選手と。福浦さん。勝てない勝てない。僕はもうロッテの応援が好きだったですね。わかりました。はい。はい。ヤクルトの応援が出なくて申し訳ないんですけど、個人的に僕が好きだった応援歌がこの5つです。お気を悪くしないでください、ヤクルトファンの皆様。誰も何も覚えへんもん。ということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。